皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやお伺いする番組です。今回も中島さとみさんをゲストにお迎えして、シリアでのお話を伺いたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りします。皆様こんにちは、本日も前回に引き続きですね、中島さんにお越しいただき、シリアでの活動について伺っていこうと思います。中島さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。前回ですね、ダマスカスについていろいろ教えていただいたんですが、そこで日本語を教えていらしたんですよね。そうです、はい。どんなところで教えていらしたんでしょうか。はい、首都にあるダマスカス大学の言語センターで教えていました。言語センターというと、はい、いわゆるこう大学の学部とは違う。そうですね、はい、そうです。大学付属の言語センターだったので、まあ、公開講座となっていて、まあ、申し込みをすれば外部の人も方も勉強できる環境にありました。で、私が赴任していた当時は8割が大学生で2割社会人で、大学生については、まあ、芸術学部、工学部、医学部、まあ、いろいろな専門の学生が勉強していました。で、社会人の方は、まあ、建設省のお役人の方だったり、合気道を教えている方だったり、大使館職員だったり、まあ、そういった方々だったんですけれども、まあ、皆さん共通して日本文化が好きですとか、日本に行きたい、そういった思いを持って勉強していました。その言語センターというのは週に何回ぐらい授業があったんですか。はい、週に3回、1回の授業が3時間です。結構長いですね。長いです。なので、お金と時間をそれなりに捻出して勉強していたので、本当に好きという気持ちの強い学習者でした。なんかそのいわゆる、大学生は専門の、はい、全然その語学とは関係ない専門を持っている人たち、ね、そうですね、はい、社会人の方も特にあれですよね、今言ってらした方、建設者の方とか、はい、ということで特に日本語、とかではないんですよね。そうです、仕事でも、はい、全く使わない人たちです。はい、そういう方たちがこう日本語を学ぶという時に何かすごく特徴的なことっていうのはありますか。そうですね、その進級、日本語が進級や就職にこう幽霊に働く環境にはないので、私自身も教えながら、この日本語を勉強した先の達成、何をもって達成とするのかっていうのは当時悩んだんですけれども、他方でその学習者から見られるその好きな気持ちの強さとか、そんなに好きでいてくれて、本当に日本を好きでいてくれてありがとうっても思いましたし、何よりその好きな気持ちがどれだけ持続性を持っていたり、すごいパワーを発揮したり、そういったところを私が学習者から学びました。はい、元々はじゃあ、はい、その皆さんこの日本が好きとか日本の文化が好きと思ったきっかけというのは、はい、何かあったんでしょうか。あ、はい、まあ、共通して、まあ、サブカルチャー、まあ、日本のアニメ、例えばキャプテン翼だとか、まあ、推しとか、はい、まあ、そういったものも放映されていて、まあ、単純に、見て好きになったりですとか、まあ、あとは戦後の日本の復興に対する尊敬の念、日本は戦争で負けたけども、あんなにこう復興してすごいという、そういったところの技術ですとか、そういったところへの尊敬の念と、あと勉強したい、自分の専門を勉強したいといった気持ちを持って皆さん勉強していました。でも例えばその先ほど言われたみたいに日本語を勉強した後、はい、その日本語を使って何かさ、はい、仕事しましょうというのはないんですよね。ないんです。じゃあなんで勉強してるかなんですけど、日本語を勉強してそのアニメが分かるようになるとか、読めるようになるとか、自分が好きなものがもっとその理解できるようになるっていうところで、それぞれ自己実現を果たしているように私の目からは見えました。
あれですか、こう日本に来て日本に行ってさあ勉強しようという方も中にはいらっしゃいましたか。いらっしゃいました、はい、特にその理系の学生については、まあ、自分の専門を日本で勉強していつかこう国づくりに役立てたいという結構熱い思いを持っている学生もいたので、はい、あの実際に留学した学生もいます。日本に行った学生もいます。わかりました。どうでしょう、その社会人の方たちを教えていらして、はい、なんかこう大変だったこととか、はい、なんかありますか。そうですね、社会人の方は当時私は20代の半ばだったんですけど、まあ、もちろん人生の先輩がたくさんいらっしゃったので、うん、まあ、そういったところは難しいなと感じたこともあったんですが、ただあの教えていただくことがその真摯な姿勢に日本語を学ぶそのお仕事を終えられて、まっすぐダマスカス大学に来て3時間みっちりこう一生懸命勉強されてる姿を見て本当に感動しましたし、なんかあの見習うところがたくさんありました。わかりました。どうでしょう、こう、はい、あの前シリアで、何年、2年でしたっけ、教えてらしたの。2年ですね、はい。その中でいろいろきっとあの思い出に残ることってあったと思うんですけど、わあ、これは忘れられないというようなこと、はい、何かあったら教えていただけますか。あ、はい、そうですね、そのどうしても日本語を使う機会っていうのはその言語センターに来て私たちと話す時だけなので、一目散に大学の授業が終わって走ってきて、本当初級クラスの本当にビギナーズクラスの子でもすぐ来てとにかく話したい、日本語を勉強した日本語を使いたいっていうことで、そういった一生懸命話す姿とか、日々の授業の中で紡ぎ出すその美しい日本語とか、そういったところが印象に残っています。うんうん、どうなんでしょう、その紡ぎ出す美しい日本語と、そうです、ね、まずその言葉にすごく私はちょっと今非常に興味を持ったんですが、どういうどんな感じなんでしょうか。まあ、そうですね、いっぱいあるんですけど、今一番最初に思い出したのが、うん、そのまあ武士道が好きな学生がいて、拙者っていう言葉を一人称に自分のに使ったり、それ分かってるんですよ、汚いものとしてへりくだって使っているっていうことを理解してわざと使ってる学生がいて、なんかそういう姿勢とか拙者はってずっと言ってたんですけどそういうちゃんと理解した上で使ってるそういう姿勢だとか、なんかその絶対っていうのを勉強した時にその諦めないっていうのを結構アラビア語でもラーナスタスリムって言うんですけど、なんかよくその先生私たちは諦めませんっていうのを結構なんかちょっとところどころでよく聞いていて、なんかまあ、あの、うん、いろんな意味があったと思うんですけど、その絶対諦めないとか絶対頑張りますっていう結構絶対をよく使っていたことも印象に今パッと思い出すのはありますかね。はい、絶対っていうのはもう一度アラビア語で教えていただけますか。あ、絶対はちょっとラナスタスリンっていうのが諦めないっていうことなんですけど、ラナスタスリン、ラナスタ、私たちは諦めないっていう、ラナスタスリンっていう、うん、はい、なんかそれは内戦がナスタスリン、はい、はい、ナスタスリン、はい、それを日本語とアラビア語で、その日本語で言いつつ私にもアラビア語で先生こう言いますっていうことを教えてくれたり、まあ、アラビア語自体が綺麗な言葉なので、まあ、そのはい、なんかその影響もあるのかなと思います、その日本語を話すときに、はい、あ、こうリズムとかあれですかね、はい、アラビア語のリズムっていうのはこうなんとなく歌ってるような感じがあるんですけど、うん、あ、そうですね、はい、いや、そうですね、発音も、はい、あ、それはあると思いますね、その韻、うん、を踏むじゃないですけど、なんかそういう文化もある、うん、あるので、とても発音も綺麗でしたし、あの、うん、耳が良くて、うん、あと記憶力が本当に素晴らしい人たちでした。はい、うん、じゃあこう教えていて、あの、大変というよりかすごく逆に喜びの方が多く、そうですね、それはすごい、はい、へー、ですね、何かあの一つアラビア語で私言葉を教えていただきたいなと思うんですけど、はい、何かこうすぐに私でも今すぐ言える何がいいでしょうね、こんにちはでも、ありがとうでも、さようならでも何でもいいです、ぜひとも、はいはい、イスラム圏であの使えるのはアッサラームアライクムっていうアッサラームアッサラームアライクムで、返事はワライクムサラームなんですけど、必ず
最初に言う言葉と返す言葉が分かれていて、はい、なんかそこも綺麗なんですけど、まあ、簡単な ありがとうはシュクランです。シュクラン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 、はい、シュクランです。シュクラン、はい、ランですか。シュクラランです。シュクラン、はい、シュクラン、はい、はい、一つだけ覚えました。すいません。良かったです。ありがとうございました。そうですね、シリアのダマスカスで日本語を教えていらしてですね、さて現在は何をしていらっしゃるのかなというあたり、次回、いろいろ伺っていきたいと思います。中島さん、本日はありがとうございました。ちょっと待ってください。ありがとうございました。はい、シュクラン、大丈夫ですか。はい、シュクラン、はい、はい、大丈夫です。また次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、中島さん、ありがとうございました。シリアという中東の国にそんなに日本ファンがいるんだと驚いた方は少なくないと思います。私はむしろシリアに行ってそんな日本ファンの皆さんに会いたいなと思いましたし、そのためにはちょっとアラビア語も学ばないとなとも思いました。ありがとうはシュクランで、さようならはマッサラーマだそうです。概要欄にはこのようなアラビア語の学習の情報も含めたシリアに関する参考リンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。シュクラン、マッサラーマ。